はい、どうもこんばんは、おっくんです。今回もね、この安定の変わらぬアングルからお届けしていきたいと思います。で、今回ね、話していく動画の内容についてなんですけど、まあ、その僕の、まあ、正直ちょっとあんまり話したくないんですけど、まあ、両親について、両親っていうか、まあ、親父についてですね。まあ、ちょっと最近こう思うところがあったんで、これってどうなんだろうとか、まあ、あと実際に本当にそういうなんかこう話の出どころみたいな知ってる人がいたら、ぜひ教えてほしいなと思って動画にしてみようと思いました。ですね、前回僕面会に行って面会拒否されたっていうような動画をね、こう上げたと思うんですけど、実はね、その前にも行ってて、その前も拒否されたんですよ。確かね、そうだったと思う。で、拒否されて、違うか、一回会ってもらって、うわーっと言い合いになって、で、その後会いに行ったんだけど拒否されて、その時はね、手紙が来たんですよ。手紙が来たの。で、なんかその、手紙の内容はね、こう、今ちょっと読まないですけど、せっかく来てくれたのに体調不良で会えなくて申し訳なかった、みたいな。で、まあ一応の父よりみたいな形でね、手紙が来たんですけど、前回ね、直近で会いに行った時に面会拒否されて、まあ、体調不良、本人の体調不良っていうのでこう言われて会えなかったんですけど、その時ね、手紙がね、来なかったんですよ。で、あ、今回も多分手紙来るんだろうなって内心僕思ってたんですけど、手紙来ないなと思って、ちょっと引っかかってたんですよね。そうしたらですね、ちょっとアカウント名とかっていうのは伏せさせてもらうんですけど、とある方がですね、ツイッターで、まあ、僕に連絡っていうか、まあ、メッセージみたいなのをくれてですね。まあ、当時その人は、僕の親父とですね、なんかこう、接点を持ってたらしいんですよ。その中でですね。拘置所の中で。で、まあ、いろいろとなんかこう、私もよくしてもらいました、みたいな。でも、まあ、今では、まあ、糖尿病がどうのこうので、まあ、目が見えなくなってて、体調が悪くて、その日常生活を送るのにも、まあ、支障が出る、てか、まあ、出てるようなレベルで、職員の手を借りながら、まあ、移動をするような状態になってます、みたいな。なんかそういったことが書かれてたんですよね。で、まあ、僕、変にこう、連絡返しちゃダメだと思って、まあ、スルーしてたんですよ。まあ、もしその人がこの動画見てくれてたら、ちょっと、この場を借りて謝罪します。すいませんね。どういった方かわからなかったので、スルーしてました。で、まあ、それからしばらく経ってね、いろいろ僕もこう、思うところというか考えることがあるわけですよ。で、時はね、こう、気持ちがいっぱいいっぱいになってたんで、あいつはもうこうなんだ、ああなんだ、っていうの、自己完結っていうか、まあ、俺は後悔したくないから会いに行ったんだって、でもその結果あいつは逃げて会わなかったみたいなことを俺動画にしてたんですけど、今思えばね、今思えばですよ、あれなんか意外と全部繋がるなと思ったんですよ。まあ、だからその糖尿病で目が見えないって言ってたのは、それが原因だから手紙が書けなかったんじゃないかって。で、あとはその弱った姿をこう俺に見せたくないっていうのと、もう一個は本当にその面会すらできないような状態なのかもしれないっていうのがこうあったんですよね。じゃあなんでじゃあ手紙書けないって思ったのってみんな思うかもしれないですけど、その前はね、面会拒否された後に手紙が来たんですよね、親父から。先ほども言いましたけど、手紙が来て、まあそのすまなかったみたいな、せっかく来てくれたのに、で、一応の父よりみたいな内容が書いてあって、で、その直近で会いに行った時に面会拒否されて、本人の体調不良、それどちらも体調不良だったんですよ。で、今回はその手紙が来てないと。で、手紙が来てないんではなくて、それ手紙が書けなかったんじゃないかなって、まあ僕はね、一つ思ったんですよね。だからまあその手紙も書けない、目が見えない。で、歩くのにもこう、職員のね、手を借りなくちゃ移動もできないような状態になってるっていうような、あ、これって、あながち本当なのかもしれないなと思ってですね。だとしたらちょっと、なんか、そんな状態になってなんかこう、ほっとしたっていう気持ちが半分以上っていうんですかね。なんか、ああ。まあちょっと言葉は選びますけど、そのまんま、いなくなってくれてもいいのになっていうような、気持ちがもう半分以上ですね。もう8割ぐらいなんですけど。
まあ、残りの2割はね、まあ、本当複雑な気持ちみたいな、まあ、でも8割方もうそのままなんかもう、うん、言葉は選んで言いますけど、もういなくなればいいのになって思ってます。もしそれが本当だったらね、まあ、そうじゃなくてももう早くいなくなればいいのにっていう気持ちの方がね、やっぱね先行しちゃいますね。もう複雑な気持ちっていうのは少しあるんですけど、まあね、生きててもねためにならないと思うんで、で僕自身もねもうさっさもう切りたいんで、そういうとこから。でまあね、もう、まあ、今回ねこういった動画をこう撮ってこう話してる理由なんですけど、その出所っていうか、もうもしそういった情報をこう知ってる方がおられたらですね、ぜひ教えてほしいなと思って、でツイッターでね、あのその方にね連絡僕直接してもいいんですけど、正直どういった方かわからないんで、今すっごい悩んでたんですよ。とまあ親父がひょっとしたらもう糖尿病で目が見えなくなって、その日常生活も送れないようなレベルで、まあ疲弊しきってるというか、まあ病弱になってるかもしれないっていうような動画の内容ですね。でまあそれを聞いて、僕はもう8割方そのまんまいなくなればいいのにって思ってます。なんでね、結構こうマイナスっていうか負の感情が溢れるようなね動画になっちゃうと思うんで、なんかこうサムネでわかるようにしておきます。まあ、気分を害する恐れがあるので、まあ見ないでくださいみたいなですね。誰もやっぱ得しないですからね、こんな動画見て。だけどまあ僕がこうやらせてもらってるチャンネルなんで、思ったこと、その時思ったことをこう動画にしていきたいんで、これもね取り繕うことなく、まあリアルなその僕なんで、その日々生活してるね、日常を送ってるリアルな僕の考えなんで、そういったところもね隠さずね伝えていきたいなと思ってます。なんでその今回は事件云々の話じゃなくて、まあ僕の親父に対してのまあ気持ちっていうか、まあそうですね、こんな状態だったら俺はこう思うよみたいな、ちょっと曖昧な動画になっちゃって申し訳ないんですけど、そんな感じです。早くいなくなればいいのになって、毎日本当にそう思ってますね。まあここで言ってもしょうがないんでね。まあこんな感じでね、まあ今回はね、この動画がいいと思ったらみたいなことはね、ちょっと僕は言わずに、動画をね終わりたいと思います。それではまた皆さん、次回はね違った内容の動画でお会いしましょう。さようなら。